フェーズ終了。でもあのやっぱね、なんだかんだ言って牛鬼のエピソードはね、ちょっと同じやられるでもちょっと悔しかったね。やっぱやられるエピソードの中にも悔しいっていう思い、そういう感情が芽生えるやつもありましたね。下手くそでごわすな。そういうのもあるけど、やっぱりね、やられると浮きってくるエピソードも多いんでね。そういうところも狙って書いてたりとかするのかな、水木先生は。だから鬼太郎がやられる話がやたら多いっていう。それでもゲームの鬼太郎はやられません。ガンガンかわしてくれます。さすがやね。美味しい思いをしてるのはこの敵ラオアだよね。あれだよな、やっぱり前の動画にも言いましたけど、一旦モメンの背中に乗れたら楽しいだろうね。なんかそういうのがあるらしいですね。あのなんだろう、背中に乗れるみたいな担ぎシステムとか、なんかそういうコメントを書いてくださってた方がいたんですけど、よいしょ、よし、あ、届く。うん、削ってくれ。で、一旦もめて届けましょう。で、モメンさんでとどめ。よろしく。プギャー、ナイス。630円。お、経験値72。よし、こっちの舞台やたら人数は多いけど、もうこれラストか。あとは大首の周りにいるやつだけか。ヌリ兄にあげたいな、あれできれば。ヌリ兄が届くんだよ、ヌリ兄で。何パー ?66? 微妙だけど大丈夫でしょ。なんで、エース悪いんだけど、ちょっくら削ってくんない？いけ。おしよ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 し、あーらよっと、おーらよっと。しかもかわす、完璧だよ。仕事を完璧にこなしてくれた。506、506いけるよな、無理に。無理。もうちょいじゃ削ってあげようか。でももうこれ以上削れる気がしないんだな。倒しちゃうよなこれ。うん、いけるか。ちょっとやってみよう。容器さが開いてるから残る可能性もあるな。おし、残した、残した、よし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 。残り146。これなら、これならいけるでしょ。手厚いです、僕らは。 55%。 あれ、さっきより減ってるな。容器上がっちゃったから、この角度だ。これなら横扱いか。66、よし、いけ。よし、さすが、ナイス。104。そしてレベルアップ23です。23歳。ペコちゃん、ペコ娘、イエイエイ。
あ、新人はあれだよな、水属性だからこのまま湖は横切れるよな。よっしゃ、もうちょい。キタロウがあと2ターンであそこにたどり着くから、あともうやっぱ3ターンぐらいかかっちゃうな。よし、体力は？あ、じゃあ薬草でちょっと回復しながら行くか。薬の層、うん、で、モメンさん、モメンさんはもうガンガンいけるもんな。で、ハッサーノ、ハサミ打ちにしようぜ。おじいさん先に行かせると渋滞しちゃうからね。おばあさんレディーファーストで、ジジイセカンド。壁は最後。よし、いいね、泣くよし。こんな感じ。 あと一人。あ、ウッソーちゃん、ウッソーちゃんいたね。ウッソーちゃんジャブーン待機。よし、意外とウッソーちゃんが一番最初にたどり着いてしまうかもしれない。おお、この増援は知らないぞ。多いね、やたら出てくるね。進路さえ妨害してくれなきゃいいんだけど。カッサーノ、もう邪魔なんだよ、邪魔。まだまだ。裏剣でバーンやっちゃってくれ。裏剣でパーン。怖いよカッサーノは。よし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 、お、間入ってきた、なるほどね。チッ、油断しちまった。どうする？動くか？動かないか？これはカワウソちゃんが一番最初にたどり着きそうだな。よし、キタちゃん向かうぜ。攻撃、指鉄砲。よろしく。よっしゃ。で、一旦モメンはこいつらが進路妨害しないようにしっかり見張っといて。まあ後でやるとして、先にこっちだな。カッサーノはもう向かおう。
行け。ゴア。よし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 。で、あれじゃない。で、ここ背中祭りだから、背中祭りだよな。ぬりにんでてもらおうか。砂大根チュボチュボもうあれだもんな、経験値がほとんど入んなくなってきてるもんね。塗り切りで、や、届く？あ、おじいさんがどこないとダメ。よし、わかった。おじいさんどこ？おじいさんにどいてほしいって。なんで、おじいさんはせっからっかで。よろしく。いい感じ。でそれが倒れるよな。オッケー。おお72。そうか、おじいさんそんなにレベル高くないんだな。で、塗りに。お背中をどうぞ。もう遠慮せず。ガーン込めてやっちゃって。よっしゃ104。いいね。序盤は全然倒せなかったけど、容器上がってからだいぶ倒せるようになってきたね。なんでウッソーちゃん、これもう届いてるよな、ほぼ。なんで鬼太郎のちゃんちゃんこが次クリーンヒットするようにここにいよう。嘘じゃん、体力は大丈夫だよな。大首の一匹や二匹大丈夫だよな。なんでこれが1200。じゃあお茶を濁すか。よろしく。ナイス。830円。おなら缶詰って書いてあった。なんか面白いもん拾ったぞ。で、もめじさんがおなら缶詰って何おなら缶詰って何ですか。うん、4%いけ。外れでごわす。よしよしよし、こんな感じで。予定では大首がうっそうちゃんの方を向いて、で鬼太郎がスイートスポットから攻撃ができるみたいな。うん、やっちゃおうか。おいどんはここでごわす。よし、カワウソのとこ来た。体当たり90。
うんうんうん、まあ、ボークだな。死ぬがよい、鬼太郎ども。大首、行動機関を騙して何を企んでいるのか知らないけど、お前たちにいつまでもこんなこと続けていられるもんか。すぐボロが出るに決まっている。ドラキュラたちの計画は全部叩き潰してきた。お前も叩き潰してやる。それはどうかな。かの方の力はまだこの程度ではないなり。かの方、ああ、あのかっこわらの人ね。なんでそんなやつの配下になってるんだよ。そいつは何者だ。すぐ会える。そう、すぐにな。我の攻撃を受けてみよう。何するんだ。お、強いね、カワウソ。反撃だ。あ、危なか。なんかすごいね、キレッキレだな。一旦ごめん。もう 20% 台は絶対かわすみたいな勢いだ。お、キタちゃんの方来た。じゃあやっとくか。任務根源余ってるんだな。残り1000か。これで十分やな。お願いします。ガーッ。ギャー。よし、さすが。今なんとかのお守りって書いてあったね。やったね。よっしゃ。じゃあもうやっちゃおうぜ。せっかく背中取れるし。うん、じゃあ最後に倒せるだけ倒して終わりにしよう。じゃあ OBB にはあの奥のやつをやってもらおうかな。よろしく。よし、さすが。レベルアップで、この手前の手前味噌をおじいさんにやってもらおうか。塗りにも霊力ないもんな。よろしく。ありがとよ。ありがとない。古い。よし、で、こっち。これ範囲外からやれない？範囲外からやれるんだったらそれで。あ、やれるやれる。よし。ペコちゃんはそっからはやれないか。我
不死なり。よし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 。お、レベルアップ。よし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 。で、700。から火炎攻撃を2540トップ 60%、 うん、まあやるならこれ最後だな。うん、とどめコースだね。うん、なんで先に鬼太郎、先に鬼太郎のこのご自慢のツワンツワンコ足りない足りないってさ、鬼太郎ちゃんちゃんこやるの補充したって道具。まあいっか、ここまでアイテム全然使ってないから。100ご自慢のスワンスワンコやれ。俺が負けるのか。おお、すごい。え、倒しちゃった？すごい、一発でやっちゃった。さすが鬼太郎だ。新人がチッとか言ってるよ。残ると思ったのにみたいな。やりました鬼太郎。手加減したのに倒しちゃった。この目を最後の力で一気に回復してくれるわ。やめろ、お前の体はもうそんな無茶には耐えられないぞ。バカにするな。我は誰と心得る。我は縄文の昔よりこの地に住まいし。おお、これはそんなバカな。うえー、ブルブルバーこんがり焼けました。度重なる再生の負荷に細胞が耐えきれなくなったんじゃな。大首は死んだんですか。ああ、死んだ。なんとか終わったか。鬼太郎、つらいの。ええ、相手にする数は大したことはなかったんですけど。本当？結構いたぞ。結構いたぞ。今までやってきたいろんなマップの中でも一番倒したんじゃないの。彼らとなぜ戦わなければいけないのか、それを考えると。奴らは戦法を切り替えてきたんじゃ。力ではなくテレビやネットを使ってわしらを日本の中で孤立させるつもりなんじゃ。そして出た鬼太郎ドラキュラ。お前たちの味方をする者はもういない。おとなしく我々の軍門に下るのだ。黙れ。お前たちがどうやってテレビ局にあれだけの放送を行わせたのか知らないけど、放っておけばお前たちは似たような方法を使ってもっと悪いことをするに違いない。そんなことさせるもんか。愚かな鬼太郎。妖怪とは一体何だろうな。何を言い出すんだドラキュラ。かつて人間は我ら妖怪を今よりも恐れ、そして敬意を持って接していた、うん、彼らは無知であるがゆえに我らに強い興味を持ち、未知のものへの恐怖心から我らに畏敬の念を抱いていたのだ。だがそれは昔のことだ。何の話だ。そうじゃ、時代は変わった。父さん、情報化は進み、テレビやネットをこの世界を隅々まで照らした。妖怪の世界という闇までな。でも全てじゃない。人間が知らないことなんていくらでもある。だが人間は妖怪を信じなくなった。
恐れなくなった。全てを知った気になってなんちゃら大事なものを感じ取れなくなったんだそれはお前の思い込みだ。そうだ、思い込みはいけないよ。勘違いするな。別に妖怪の存在を信じてほしいわけじゃない。時代も人間も変わったんだ。だったら妖怪もまた変わる。私は言いたいのはそういうことだ。妖怪も変わるだって？時間だな。もう我らが直接手を下すまでもない。何？さあここまでは展開としては一緒だな。共通してるね。お、この声は何？この笑い声キモいんですけど。誰だ？来てろ、紹介しよう。いやー、初めていや初めてってなんだよどうも初めて初めましてでしょ。大妖怪かっこわら。私の名はギーガ。ギーガだよーん。大妖怪ギーガだ。ギーガ？大妖怪じゃと？何あれ？惑わされるな。あれは映し出された姿、映画のようなものじゃ。じゃがあの黒い姿から邪悪な妖気が放たれておるぞ。なんという威圧感じゃ。お前がドラキュラたちの親玉か？大妖怪だかなんだか知らないけど、僕たちと戦う気なら相手になってやるよ。勘違いすんなよ、勝負はもうついてるぞ。何？父さん、この音は？まさか。鬼太郎。ん？戦車じゃ、タンク。あちこちから来るぞ、タンク。包囲された、タンク。止まった、タンク。タンク。激怒の鬼太郎だな。あ、そうだけど。馬には東京を襲った国家テロの首謀者であるという疑いが出ている。我々は永久危険人物であるお前に捕獲命令を受けここに来た。なんじゃと？そんな、これは何かの間違いです。正式な我々への命令書だ。抵抗する場合は射殺許可も出ている。一緒に来てもらおうか。お前の仕業か、かっこわら。そうだよ、俺の仕業。悪い？なんと。ネットの情報を操作してテレビ局にお前が日本転覆を企む悪者だと報道させたのも全て俺がやったことだよ。お前にはそんなことが可能なのか？そうだよ。ばっかね、自分の悪事を白状しちゃったわよこいつ。あ、そういえばそうじゃな、こいつは大笑いじゃの。な兵隊さんたちや、今の聞いたじゃろう。お前たちはさっきから誰を相手に話をしてるんだ。なんじゃと。無駄なことだ。俺は情報を滑る者。今人間どもには俺もドラキュラも見えてねえし、声も聞こえてねえ。俺がそうさせてんだよ。それがお前の力か、ギーガ。さては、以前からテレビやネットの情報を改ざんしていたのもお前が小細工をしていたんだな。そうだよ、悪い。お前たちがドラキュラたちと戦ってる間にありとあらゆるシステムを我が手に収めてきた。もはや日本中の情報網は俺の支配下にある。なんだって？鬼太郎、もはやお前に勝ち目はない。ギーガになんじゃら。そうすればこれ以上無駄な血が流れずに済む。そんなことできるもんか。残念だな。なら俺も力の一端をもう少し見せる必要があるな。なんじゃと。しかもこの会話デジャブじゃな。読めない漢字までデジャブじゃな。あ、電話だ。早く取った方がいいぞ、鬼太郎。うるさいぞ。鬼太郎さんですか？
あ、ルカウジのお父っつぁん。テレビ見ましたよ。違うんです、あれは。分かってますよ、今日まであなた方に協力してきたんですから。あの報道やネットで騒がれている内容が事実無根であることは私たちが一番よく知ってますよ。分かってくれるか。イタロ、ルカウジやルカウジのお父さんに手伝ってもらって、あなたたちの無実を晴らしていきましょうよ。すいません、こんなことは言いたくないんですが。え？もう関わらないでほしいんです。なんじゃと。ルカウジが怪我をしたんです、実は。なんですって？それはどういうことですか？ネットで私の会社があなた方に味方してテロの手助けをしたとして攻撃されているんです、実名で。そんな、むしろあなたたちはドラキュラの手先になった妖怪に操られて。そのあたりの一件も全てイタロウさんたちの差し金という話になってしまっているんです。なんていうことじゃ。私の会社に嫌がらせの電話や投石が相次いでいて、朝からその犯人たちに正面から抗議しようとして、ルカは奴らの投げた石がそれで。怪我の具合はどうなんです？命に別状はありません。よかった。イタロウさん、こんなことであなたたちに受けた恩を忘れる気はありません。ですが、私にも家族や会社を守らなければならない責任があります。あなた方を弁護することも、今後関係を持つこともできないと思ってください。わかりました、ルカウジには今までありがとうと伝えてください。ええ。ギーガ、これもお前の仕業か。情報を少し操作してやれば、あとは人間どもが勝手に動き始める。俺はそれを見ているだけでいい。だがこんなのは可愛いもんだよ。俺の実力はこんな程度じゃねえ。俺は強えからな。おめえの大事なお友達の家にミサイルを撃ち込むぐらいわけないことだ。なんということを。キタロウ、降伏しろ。何言ってんのよ、あたいたちは。ならばこの自衛隊を相手に戦えるのか。降伏しろ。そして今すぐこの黒いマントを羽織るのだ。さ、それが君の望みなら俺は一向に構わんけどね、キタロ。その代わり今日から君は人間の敵だ。君は一生人間と戦い続けることになる。勝利という幻を追い続けてね。わかった。もういいよ。ギーガ、君の勝ちだ。僕は君たちに降伏するよ。キタロウ。そんな。キタロウ。僕は人間と妖怪が共存する世の中が理想だと思って戦ってきた。だけどそんな僕の戦いは人間たちにとってどうでもいいことだったみたいだ。キタロウ、それは違うぞ。そうでごわす。妖怪にも人間にもキタロウを信じてくれる仲間も大勢でいるでごわすよ。あ、言えてない。あ、いるさ。だけどそんな彼らもギーガがいる限り危険な目に遭わされたり、嘘を真実だと暴走するテレビに洗脳されたり、考えを変えてしまうさ。キタロウ、とほほ。父さん、僕は疲れました。もう戦えません。キタロウが落ちた。俺の勝ちだ。万歳。僕はおとなしく捕まる。その代わり他のみんなには手を出さないって約束してくれ。いいだろう。だけどこいつらには今までと同じ自由は与えられんと思えよ。まあ命までは取らないと約束しよう。おとなしく降伏する気になったようだな。ああ、よし、連行する。キタロウ。キタロウ。これでいい。これでいいんだ。お、なんか微妙に違うぞ、展開が。ギーガ様、
この後はどのようにいたしましょう。日本はもう我々が手に入れたも同然。ゆっくり鬼太郎を料理してそれから考えるとしよう。とほほ、なんてことじゃ。わしらは一体どうなってしまうんじゃ。お、妖怪チートが出てこない。本当どうなってしまうんじゃ。ということで第18話目、ようやく無事に、この、いわゆる B ルートって言われてるやつに、侵入っていうか突入しました、ね、なんで次回からは本格的に B ルートがスタートいたします。はい、そしたら本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。今後も楽しくそして真剣にこのゲームと向き合って皆さんと一緒に、楽しい実況プレイ鬼太郎実況プレイしていきたいと思ってますんで、またお時間がありましたらぜひとも遊びに来てください。お待ちしてます。それではまたね、バイバイ。Yeah.